食わず嫌い初登場となるアホ毛の美少女ポンミラージュはこのゲームを勝利することができるのでしょうか。気合を入れて登場です。対しましては負けるつもりはないとの表情を不敵に浮かべる異端児チャオが席に着こうとしております。勝利の女神はどちらに微笑むのか。ポンさんの大好物はからし明太子、赤貝、カヌレ、パインハンバーグの4つです。チャオさんの大好物は納豆巻き、アップルパイ、モンブラン、麻婆豆腐の4品です。ただ実はこの中に一つだけ苦手な食べ物が隠されています。それを探し当ててください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと見た目ではね、どれがね嫌いなものかってわからないんですけど、まさかね、はい、このあの有名な企画をできるとはね、確かに思いませんでしたね。なります。何ね、このネタ知ってる人とかお父さん世代なので、これ知ってる人はクソジジイということで。ちょっと待って、そんなことないよ。えまあちょっとね、いっぱいあるから早速食べていきたいと思います。いきましょうね。ただぽんちゃん一品目からお願いいたします。わかりました。どれがいいかな。じゃあチャオさん、まず私が食べるんで一つ指名してください。わかりました。じゃあちょっと1個わかんないものがあって、このこれ何ですか、このチョコみたいな、チョコケーキ、あれカヌレだよ、知らないの。チャオ知らない。知らないの出すなんてずるい。これから言ってほしい。まあね、子供にはわからない、食べ物ですよ。くそ。じゃあちょっと早速カヌー、これからいいですか。はい、ちょっと甘いものからだけど、カヌレ、久しぶりだー食べるのね。久しぶりということはあまり好きじゃないということ。いやいや、これね高いですから1個。え、そうなんですか。1個多いですよ、これ1個ね、多分350円ぐらいですよ。あ、高いな。あれに高いですね。あ、これ硬いか。硬いぞ。手で言ってる。ポンちゃんが手で言ってる。この女手で言ってるぞ。時間が経ってカチカチ。すごい、手でむしってる。あー、でもほら中はしとるよ。あー、そういう食べ物なんだ。はい、どうぞ。いただきます。はい、うんうん、まあまあ躊躇なく食べましたね。いやいや、躊躇してますよ、きっと。あ、躊躇してる。してた。じゃあ、これ怪しい。怪しい。怪しいこれは怪しいな。食べました。お、まあ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 、怪しいところは特になかったかなと見受けられます。あれ、ちょっと待って、おかしいな、目を合わせてくれない。ということは、やはりこれ嫌いなんじゃないかな。やだ、これ心理戦あるじゃん。そりゃそうですよ、これ心理戦でもありますからね。怖いわ。じゃあ次、はい、チャオの食べるもの、じゃあ指定してください。なのです。はい、じゃあ、はい、納豆巻き。納豆巻きで分かったのです。お上品に、チョップスティックを使ってやっていきたいと思います。なんつだ今。チョップスティック、チョップスティック、寿司ざんまい。メーカー名を言わないで、お店の名前を言わないで、怒られちゃう。ではまあまあ早速、もう躊躇なくいきますよ、こんなね。だってさ、ちょっと一つだけ違うんだよね、他と。ああ、確かにね、確かに。ネバネバ嫌いな人いるからな。まあまあ、確かに納豆、まあ、まあまあ、見ててくださいよ、いただきます。うん、めっちゃ見てる。見ますよ、顔の表情大事ですからね。うん、めっちゃ笑ってらっしゃる、ニコニコしてらっしゃる。うん、うんうんうん、うまい。喋れない。うん、でかい。うん、うん、大丈夫か。喉に通らない、喉入っていかない。あ、実は嫌い。笑ってるの。なんでよ。全然です。全然ですか。あ、ネバネバが入っていかないんじゃない。喉ずっと口の中いるよ。食べました。うん、
うん、なるほど。ちょっとね、大きかったのです。じゃあ次、チャオさん。チャオさん、どうぞ、私のを指定してください。あ、じゃあちょっと同じような、あの、寿司三昧つながり。寿司三昧つながりで。怒られろ怒られろ怒られろこれで、赤貝かな、はい、赤貝で。美味しそう。いただきまーす。はい。じー。一口でいった。お寿司はやっぱ一口でいくのがね、美味しい食べ方だと言われてるのです。笑っちゃうでしょ、笑っちゃうでしょ。どうですか。うん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 しか言わない。おっきい。確かにお寿司ってね、うん、寿司三昧さんのネタがおっきいな。おっきいのです、さすがなのです。さて、なぜ赤貝なのかというところがですね、チャオの引っかかりポイントなのです。だってお寿司って言ったら光り物とかさ、マグロとかが一般的なのに、なしてなして赤貝系。熱くなっちゃう、なんか笑いすぎやろ。やばい、なんか笑える。チャオも確かにさっきそんな感じだったのです。やばい。なして赤貝なのけ。赤貝めっちゃ美味しいじゃん。まあ確かに、チャオも大好き。なんか貝が好き。なるほどね。はぁ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 。なあ、確かにそういう人も。回転寿司行ったら必ず頼みますね。うん、あー、なるほど。わかりました。じゃあ次、チャオさん行くわよ。来いや。じゃあ、ちょっとデザートは残しときます。じゃあまず、じゃあ麻婆豆腐行きましょう。わかったのです。いや、これ嫌いな要素がなくない？いやもうね、みんなこれね、ほんとにチャオが好きなやつってポン、あ、違う、嫌いなやつも好きなものも実はポンちゃん知ってるんですよね。そう、これは難しいよね。そう、難しくした。だから分からないであろうものをピックアップしました。ってなわけで、ちょっとおネギも入れていただきます。どうぞ。はい。優しいお味だ。ほんと、眉毛下がってない。ね、眉間に沿ってるよ。おいしいからです。うん、うん、あ、おいしい。なくなった。ちょっともう一個、もう一回食べて。あ、そうか、そういうのもね、ありですね。ちょっとね、少なかった今のね。ネギを、つってネギがかさ増しした。すごいよく見てるけど。確かによく、じゃあこれで、どうですかこれで。あ、いいですね、いい量ですよ。いただきます、なのです。うん、わかりました、うん、じゃあ次にポンちゃんが食べてもらうのは、どっちに行きますか。まあ、どっちでも、いやいやいや、多分和風の口になってると思うから、たら、これな、これからし明太子です。からし明太子、じゃあこれからし明太子でいいですか。お願いします。でも、ポンちゃんが辛いもの好きだというのは知ってるのです。うん、うん、じー、うん、余裕そうですね。あ、だけど俺、塩分もあって、確かにプチプチ食べてもらって、うんうんうん、あ、でも余裕そうだな。そうですね、大丈夫ですね。, 笑ってる。やだ、笑ってんな。あーね、あー、わかんないな。まあでも多分違うと思うね。まあ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 、ねえ、ハポン行くまず許してやる。はい、来いや。これ、私はもうこのどっちかだと思ってるね。なるほど、確かにデザート2つってね、あれですからね。でも、チャオは甘いの大好きですよ。そうなんだよね、甘いものでできてるようなもんですよ。ちょっと何言ってるかわからないさ。じゃあ、こっちの、うん、栗に、これなんだっけ。モンブラン。モンブランでいきましょう。わかったのです、モンブラン。あ、これめちゃく
ちゃすごいいっぱいね。いいとこのモンブランだな。ね、どこのかわからんけど、ちょっとうまそう。あ、ほらほら。すごい。じゃあ、どうやって食べる？めっちゃおいしそう。めっちゃおいしそうですよ。ほら。あ、ちょっと見えますか？これ、こうなっちゃう。ツルツル滑っちゃうの。ツルツル滑っちゃうの。では、いただきます。どうぞ。いただきます。はん。家政婦は見たみたいにチラッチラ出てた。大丈夫そうですか？大丈夫ですよ。大丈夫ですか？顔ひげつってませんか？なんか全然大丈夫です。はい、はい、まあこんな感じで よろしいですか？わかりました。うん、はいはい、わかりました。わかりましたか？はいはいはい、はい、OK ですね。ではぽんちゃん残り最後、ただこれを食べる前にお水飲んでもらってもいいかな？ちょっと口の中をですねリセットしてもらいたいんですよね。なぜなら、ジョーはこれじゃないかなって睨んでるんですよ。それは何かというとパイナップル、なんだっけ、パイナップルハンバーグ。パイナップルハンバーグ、このラインナップの中でおかしいもん。なんでパイのさハンバーグだなんて全然おかしくない。自然な、あえてパイを乗せてるのおかしいもんね。あ、引っかかるね。引っかかるよそういうのじゃ。おかしいと思ってたもんね。人間世界はそれではやっていけませんよ。これもしかしたら引っ掛けかもしれない。そうですよ、ね、明らかにね。なるほど、ちゃんとパインと一緒に食べていただいて。そうですね、はい、あ、ほらおかしいもん。何がよ。全然何でもおかしくない。何にもおかしくない。手が震えてる。震えてない。本当に切れて、手伝おう。あ、うん、やっぱおかしいと思うんだよな、チャオは。じゃあ食べますね。なんか笑える、笑えるよ。バカ全部笑ってるから、わかんなくなっちゃう。涙出てくるね。いただきますね。はい、早速食べてください。はい。ずるいぞ笑うの。ずるいぞ。人は何かをごまかすとき右上を見るという。さっき右上見たな。チャオはそういうの見てますよ。え、ほらまた見た、右上。右上に死んだおばあちゃんが見えてる。ほらこういうの怪しい。あとそういうこと言うな。おばあちゃん、ポン今頑張ってる。おばあちゃん、天国で見ててね。食べました。これはもう一個だけ食べてもらっていいですか？ちっちゃくてもいいので、もう一回、あの、ほんとちっちゃくてもいいですよ。わかりました。あ、全然大丈夫です。ほんとですか？全然大丈夫。あ、それ、あ、うん、うん、結構大きくいけます ね、 そうですね。そう、大人ですからね。いきます。いただきます。ちーちー、パンがジューシーだね。ちょっとやっぱ挙動が、いや、ちょっと怪しい。ただこれがあの女優ポンとしては、そうなんです、ちょっとこれ演技かもしれないんだよな。ポンは女優なんですね。すごい余裕ないですね。余裕ないですね。いやー、これ難しいの。まあ、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、チャオ残る1個ね。そうですね、私もね、これが一番安いと思ってるんですよ。なんで？いやいや、まあね、まれにいますね、アップルパイが苦手な人。はい、あの、甘いリンゴとあの、あったかいリンゴが、うん、ちょっと受け付けない人。または、ほうほうほう、パイのサクサクが、はい、ちょっと苦手だっていう。なるほどね。じゃあちょっともうね、食べてもらいましょう。はい、食べてもらわないと、ね。だってこれだって、常温ですから。別に、あったかくないですから、リンゴも。すんごいリンゴ詰まってんね。リンゴすごい。
い。これ美味しそうだけど、これもまたいいとこのアップルパイですよ。ね、いいとこの高いやつ買ってくれた。ちょっと落ちちゃう。すごいブニョブニョで美味しそう。ブニョブニョって発言ちょっとまずそうじゃん。ブニョブニョブ。失礼しました。しっとり。ではどうぞ。これだけいただきます。いただきます。はい。お、鼻の穴が広がったんじゃないですか今。俺は口がいっぱいだから。ね、鼻の穴広がったのかな。うん。美味しいですよこれ。うん。すげえ。なんだれか。うん。リンゴが美味しい。幼少期の嫌な思い出が蘇る。何があった？両親殺された、ね、アップルパイで両親殺された。あれじゃない？いや、美味しい普通に。え、ちょっと中身だけ食べてもらっていいですか？わかりました。中身ペン。そうですね。あの、アップルのとこだけ食べてもらっていい？アップルのところ、わかりました。パイ生地なしで。そうですね。これだけ行こうかなと。はい、で余裕ですからね、だって。いただきます。あ、うん、やっぱリンゴ美味しい。嫌い、やっぱ嫌い。まずい。何その誘導。ね、うん、あれ、ダメダメじゃない。あれ、ね、なあれ、泣いてる。泣いてるよ。泣いてない。え、泣いてるんじゃない？ねえ、ほら泣いてるじゃん。笑う。ほら吹き出した。ご普通だ。怪しいですね。怪しいですよ。笑わせるから。あ、自分の肉球に似てるからちょっと嫌いかなとか。どういうこと？笑わせるから。アップルの感じがちょっと似てるな。全然似てないので。うん、完食しました。完食はしてない。バレた。バレた。食べました。うん。なるほど。わかりました。で、この中から選ぶんですね。そうなのです。じゃあ、はい、お互いですね、相手が嫌いであろうものを書いて、色紙に書いて披露していこうと思います。わかりました。テレビと一緒じゃん。そうですよ。では、はい、本からいきますね。お願いします。なのです、先手ポン披露。いいよポン。アップルパイ。なるほど、それはどうしてそう思いましたか？まあやっぱりこのラインナップの中、やっぱちょっと一つだけちょっと傷んだっていう、うんうん、そうですね。あとやっぱ鼻の穴が広がったっていうことですね。失礼なのです。これ広がりましたよ、皆さん。失礼だな。自信あります。なるほど、はい。では後手チャオヒロよーポン。パイナップルハンバーグ。はあ、はい、なぜそう思われましたか？あ、最初から目つけてた生意気な後輩だなと思いまして。あ、このパイ目立ってたんですよね。あ、そうだよね。やっぱちょっとね、確かにチャオも同じ理由で、このラインナップからしてはちょっと逸脱した存在だなっていう感じで受け取ったので、ね、アメリカンぶっちゃってるかね。ちょっと確かにかぶれてるんで、かぶれちゃってるかね。ちょっとこれかなって思いますね。なるほどね。ではもう一回食べるね、最近。あ、もう一回食べます。もう一回食べるんですね。あ、いや、これ当たってんじゃねえ。いや実食。いただきます。せーの、はい。参りました。やったー。
これ引き分けじゃん。やっぱりそうだ。じゃあマジでちょっと吐きそうだった。マジ本当に二口目の時ガチで飲み込めなかった。上手だった。いや二個目マジであの5分はガチでやばかった。本当にやばかった。え、中身がってこと？いや実はこれアップルパイでもタイ…あ、え？アップルパイでもタルト生地でもなく、うん、シナモンがダメなのです。シナモンがダメなんだ。アップルパイって大体シナモンが入ってるので、うんうん、そうだね。これおいずっと置いてあってもうシナモンの匂いがすごくてすごい嫌だった。匂いも嫌い。そうなんだ。シナモン匂いが嫌い。まずはい、ダメでした。すごいもうやだ。早くどっかやってほしい。あ、ちょうど考察通りやっぱりパインとあれがね、肉がどうですか。これ何のために乗っかってんのか。いやなんかさ、ね、ポンちゃんの性格上それ言うんじゃないかなって思ったんだよ。やだよ。酢豚とかじゃどうなの。酢豚もやだ。酢豚もダメ。なるほど。だからあのサラダに入ってるリンゴとかも好きだな、うん、あーそれはなー、わかるなー。いやそうそう、別で食べたいですからね。そうなんですよ。あれちょっと待って、お二人が負けちゃったということは、じゃあ二人で罰ゲームを、罰ゲームあんのこれ、番組の後に披露させていただきますということで、あの一応この色紙はですね、うん、視聴者プレゼントということで、はい、後日まあツイッターかなんかでやると思うんですけど、ちょっとまあ一発目で当ててしまったので2枚、はい、2名様にしか、ね、すいませんちょっとあげられないんですけど大丈夫です、そんなもんです。どういう意味だよ。応募人数はそんなもんですよ、ね、こらー。全員当たっちゃうこれ。え、8人しかいないの私たちのパン。もしね、そう、マックス8枚だとしてもそんなもんですね。あららら、悲しい悲しい。みんな見てくれよな。以上、食わず嫌いでした。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。です、ツイッターもやってます。それでは今日はこの辺で、チャオ、バイバイ。当たったね。当たってしまった。では、あ、じゃあ、これちょっと、では、ポンちゃんとチャオによる罰ゲームをですね、引き分けということなので、二人で罰ゲームをやっていきたいと思います。はい、何やんの？でははい、馬主をポンちゃんにやってもらって、え、チャオがえ、馬やります。馬主、はい、馬主、はい、わかりました。では私は女優、馬主、馬主降臨。ではポンちゃんとチャオでショートコント、馬主と馬。おい、うん、馬、今日も元気か。お元気だよ。じゃあの、じゃあ今日は早速レースに出てもらうじゃけんの、いけるかの。おやる気マウンテンじゃけんの。じゃあ行くぜ、行くぜ、行くの。おちょっと待ちやがれ。こいつは暴れ馬じ。これはダービーを取ったもんも取ったもんじゃが。ちょ、だんだん悪役のなんか出てくる人になっちゃった。なんかうまいこといななきできるはずなのにな。いななき、馬のなんかいななき。あ、じゃあいなないてみんしゃい。ひぃちょっと待ってた。マイクが、ごめんなさい、耳が割れた。終わりだ、終わりだ。帰ろう帰ろう、ぽっちゃん。いいのこれで。ね、これでいいの。別パターン取った方がいいですか。いいですね。大丈夫ですか。別パターン。あ、大丈夫、大丈夫みたい。大丈夫、大丈夫、大丈夫です。もう一パターンね、やれって言ってもないないですからね。